ザグレイ集団外に持ち出すか、シャフリヤール4コーナーから直線、手応えまだまだ楽、残り400を切って7番イクイノックスリードを広げた、2馬身3馬身と差を広げていく、まもなく残り200、突き放したイクイノックス4馬身5馬身リード、2番タルソー一気に広がってウエストオーバー、内からモスターラフ、その後ろにはザグレイですが、もう独走イクイノックス6馬身リード、イクイノックス完勝ゴールイン、2着8番ウエストオーバー、3着9番ザグレイです。ジョージライトコーンなどというこのラストクロップ、さあ内に切り込んで青い帽子はヒップホール、ヒップホップソウル、ツムダです。残りの100を通過して内、ラベルが先頭、ラベルが先頭、外から来ている、外から来ている、赤い帽子だ、赤い帽子だ、リバティアイランド、リバティアイランド先頭、早くも先頭、残り200を通過、2番手追走ラベル、外からは12番のハーパー、さらには13番ドゥーラーがってくるが、突き抜けた、突き抜けた、もはや敵なし、もはや敵なし、まさに別格、これほどまでに強いのか。3番手はサウンドケラ、そして4番手がアーモンドアイで直線コースに向いて逃げる逃げる、トロアゼトワル、残り 400m 今通過、リードが2馬身がある、そしてコントラチェック、外から追い込んできたサウンドキアラが今3番手から2番手、そして外からあっさりと今先頭に変わります。12番アーモンドアイ、残り200を通過して楽々と抜け出していく、そしてトロアゼトワル2番手で待っている、サウンドキアラが3番手から2番手に上がってきた、あとノームコア、アーモンドアイゴールイン。向かってまいりました、シンボリックSSは現在中断のところ、さあ赤い帽子は最後の直線でどう上がってくるか、タップダンス C の思い切った逃げがここで叶うのか、ようやくここでシンボリックSS、馬場の真ん中を通って上がってくる、最後の坂、ここは踏ん張りどころです、さあ先頭はタップダンス C、そしてザッツ・ザ・プレンティも懸命に粘る粘る粘る、そしてシンボリ、外から伸びないか、外から伸びないか、内を通ってネオユニバース、しかしリードは十分か、タップダンス C、2400、逃げ切るとはこういうことだ、見せてくれたカリサクゾイ、タップダンス C です、2着にザッツ・ザ・プレンティ。ウォッカが先行勢を射程圏に捉えている、先頭湘南だの宮田がウォッカ馬なりだ、ウォッカ馬なりでもう先頭に並べかけようとしている、ブーケフラガス、ヤマニンメルメイ、坂を駆け上がってくる、もうウォッカが先頭だ、もうウォッカが先頭だ、その外の方からはリトルアマコーラ、さらに外からレジェンドあたりも来ているが、200の標識通過、これは強い、これは強い、ウォッカ2番手湘南だの宮田、ブラボーデイジー、向かい風を切り裂いて、どうだこの強さ、をステークス9馬身ぶっちぎり、ものすごいレースをやっと向けた黒船ですが先頭に立った、さあこの G1 の舞台でも黒船行く、黒船行く、また黒船堂々余裕のリード、そして2番手は3番のロボトゥルーダ、後続勢なかなか詰められないが3番手ミラクロミラとか詰めますが200を通過、ジールジール、黒船だ黒船だ、そして2番手が熾烈になるが、ここでミラクロミラが2番手に食い込んでくる、外から外からウィキアボー、黒船強すぎる強すぎる、圧勝、外を回って追い込んでくるのはサートルナーリア、届くかどうか、さあ先頭はここで16番クロノジェネシス、クロノジェネシス堂々先頭だ、奇跡が2番手に上がってきた、そしてモズベンド、あるいは外から5番のサートルナーリア、今3番手争い抜けた、強い16番クロノジェネシス、クロノジェネシスゴールイン、クロノジェネシス
先頭はまだイングランディーネ、この馬はスタミナがあるぞ。イングランディーネ粘っている、懸命にゼンノロブロイ、外からレオユニバース、レオユニバース、ビータローザ、懸命にリンカーン、リンカーン、しかしイングランディーネ先頭だ。イングランディーネ、これは逃げ切る、逃げ切る。なんと4歳4強も全て退けて、イングランディーネの一人旅、逃げ切ってゴールイン。2着にはゼンノロブロイです。横山典秀が左手を挙げました。オルフェーブルが先頭に変わって直線に向きました。オルフェーブル先頭だ。オルフェーブル先頭、リードを2馬身3馬身取る。ウィンバリアシオンが2番手上がってくる。ドールシップ外からベルトギリ、さらにはラブイズブッシャが追い込んでくる。抜けた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 、強い6番オルフェーブル、あっという間にリードを広げました。オルフェーブル圧勝ゴールイン。なんという強さ、全く問題にしませんでした。そしてウィンドフィールズ、外から成田ブライアン、成田ブライアン、弟は大丈夫だ、弟は大丈夫だ、弟は大丈夫だ。10年ぶりの三冠馬成田ブライアン、そして2着は八島ソブリンで勝たそうだ。成田ブライアン三冠馬。並びかけて先頭を変わるか、しかし内1番の素足譲りません。さあ今度は変わったインティーが堂々先頭に立った。そして外をついた慶応ケインズが並びかけて、今度は一気に先頭に躍り出た。そして外からはゼッケン11番のアナザートゥルース足を伸ばしてくる。チュアウィザードが大外をついてぐんぐん伸びてくるが、先頭は完全に突き放しました。6番の慶応ケインズ4馬身5馬身のリード、慶応ケインズ5輪、チュアウィザード2着、その後アナザートゥルースインティーの3番手争い。最後の直線コース50勝3先頭、最後のハードル障害クビリッジャンケー、無事決を得た。2番手9番アップデート、その差はもう5馬身6馬身7馬身3番手3番日本ピロバロン、先頭は6番の50勝3圧勝ゴールイン。今9番アップデートゴールイン、そして3番の日本ピロバロン3番手。全く関係ありません。フライトラインがリードを広げていきます。3馬身4馬身とリードを広げて、フライトラインが先頭、ライフグッドはムチが入って懸命に食い下がるが離されていきます。このメンバーでも大きなリードを取っていくフライトラインは強い。フライトライン無欠の6連勝ゴールイン。驚きましたフライトライン。間からはフィエールマン、そして外からさあトルナーリア、おお外から6番のリスグラシュ、坂上がってリスグラシュが抜けた。リスグラシュだ。2番手さあトルナーリア、先頭は6番リスグラシュ、ゴールイン。リスグラシュです。
は一気に詰まってきた。4コーナーカーブから直線コースに向かって、あとはシルクネクサスが差を詰める。シルクネクサス、あるいは外からダンツキッチョ、アドマイヤージャパン、おお、外からディープインパクト、一気に先端を飲み込むか。残り400切ってディープインパクト打ち出すと、インチ台にこの2頭は先頭一気に変わって、ディープインパクトだ。これは独走になりそうだ。坂を上り切って200を切った。2番手は内粘るインチ台に外向かったが追いつかる。シックスセンス、大外から西の6までも、真ん中からはアドマイヤージが追い込んでくるが、インチ台に2番手先頭ディープインパクト圧勝ゴール。2着はインチ台に、3着はシックスセンスか。